はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。フォールアウト4続きやっていきたいと思います。何をやっていたかというと、このね、船を動かすために、誘導チップをね、あと回収すればいいんですけど、誘導チップね、夜なんでちょっと来てみたんですけど、夜でもね、いるんですよ、こいつがなので取った途端おそらく敵対すると思います。でね、敵が結構いると思うんだよね。まあとはいえ、堂々と取っていきますかね。こいつ倒すと多分敵対しちゃうんじゃないかな、そう思うしね。しゃがんで、まあ何を見てる、吸ってもダメでしょう。キャップとあれでしょう。成功率。ああ、吸っちゃった、もしかして。ちょっと待って、誘導チップどこだ。誘導チップ。どうだ。最悪の相手に立てついたな。待ってよ。スピンパックでお母さん倒しちゃったけど大丈夫？なるほど。あれ、これなんだ、なんか変なの出てきた。動けなくなって、これどうやったらいいんだ。何を押して出てきたんでしょう。あ、動ける動ける。あれ、なんか座っちゃったんだけど、何座ってんの、押しちゃったのかな。なんかのんびり座ってるから何してんのかなと思ったわ。とりあえず敵対したのは終わったかな。ということで、いろいろ盗んでいきましょうか。ここね、せっかく来ちゃったんで。ぬかコーラ入ってる？入ってないですね。簡易バッテリー、バッテリーとか重そうだな。これはいい。で、移すね、移す。他になんかいろいろあるかな。とりあえず盗めるものは盗んでから帰りたいところだな。弾があった。あとは何もなし。2階には何もないのかな。何もないですね。ということで、マップは近いんだっけ？まあ、近いけど、ここまでバストラベルして、さあ、船は飛ぶのかどうかね。飛ぶんであれば、ちょっと楽しみに見てみたいんですけどね。木造船ですからね。着陸した場所から歩いて離れられる。飛んでほしいな、ぜひね。
船が飛んだらすごいんじゃないですか。で、そのまま乗れたりするともっといいんだけどね。あの匂いはどこから来ている？そういうなんか FF 的なのはないですかね。もう一個上か。異常なし。ああ、さらに上にいますね。ちょっとセーブしておいていきましょうか。飛ぶかね。着陸した場所から歩いて離れられるのか。ここは身を潜めるのにぴったりだ。甲板長君と崩壊士君と相談しろ。これアクション航海士と話す。航海士はどこっすか。異常なし。下あれ、こっから降りるんじゃなかったっけ。警告、メンテナンスの期限。航海士はどこだ。一般航海士じゃないんだろうな。航海士と話さなきゃいけないでしょ。下？いや、上のマークが出た。上じゃないの？あ、いや、上にいるのか。上で吸ったか。ちょっともう一回セーブしてから話しかけようかな。いきなり飛んじゃうと困るんでね。着陸した場所から歩いて離れられるのか。ここの内側に何があるんですか。あ、これか。いました。よう、兵士さん。チップ回収を確認。報奨金分配中。診断後、一つのエラーが。まだエラーがある。誘導レーダー送信機は機能していない。交換が必要。マジかよ。またあなたたちの手助けができて嬉しい。兵士の幸福度は無関係である。地図に指定された座標でポセイドンレーダー送信機を回収せよ。追加の報奨金は任務完了後に分配されます。まだ。そうっすか。これね、これを直せと。で、警告、メンテナンスの期限が過ぎています。プロテクトンじゃない。どこに行けばいいんでしょうかね。マップで確認ですか。これ遠いじゃん、ずいぶん。あ、じゃあ上行って、あれした方がいいや。ファストラベル、多分上から空が見えるところだとファーストラベルできると思うんですよね。着陸した場所遠いじゃん。バンカーヒルから行った方がいいかな。ここから歩い、このゲームは乗り物がないからね、走っていかないといけないからな。思いのほか遠いですね。これでもう飛ぶかなと思ってたんだけどな。あっちですか。あ、バンカー火の中入っちゃうな。99、100メートルぐらいですね。ん？違う。こっち、
こっち行きたい。こっちは違う。ここか。と違うじゃん。どれ？これか。この四角いの、今真ん中にある四角いやつ、こっちですね。だけど結構敵が出てきそうだな。で川があるんだけど橋がどっかにあるんですか。あれ橋って川渡んなきゃダメだよね。この橋を渡ってすぐだもんな。多い。なんか他のところ。あ、なんか敵がいた。マジっすか。おおよよよよ。最高。ティンパック持ってる。おーよー、あとどこだよ。燃やされてるスティンパック。倒したかな。海瓶とか持ってんですけど、まだいるな。一匹どっかに、どっかで撃ってる。あ、こいつか。お、スティンパック持ってますね。オッケー。じゃあスティンパック使わせてもらうか。建物の中入れんのかな、これ。あ、入れるんですね。まあこれちょっと後で来よう。セーブして橋までもうちょっと。これか、橋は。あれは敵ではない。お知らせします。夜間外出禁止令が施行されています。繰り返します。夜間外出、これは今昼間だから大丈夫でしょう。おいおいおい、なんか撃たれてないですか。誰から撃たれてる今のやつ。なん撃退するの。頼むわ。マジっすか。マジっすか。まあ動かないで。スティンパックやられちゃう、やられちゃう、やられちゃう。ちょっと待って、セーブしよう。硬いんだけど。マジかよ。
硬いんですけど。硬すぎるわ。スティンパック、スティンパック、やれちゃう、やれちゃう。リロードして、あれ、リロードしてないじゃん、リロードしてない、リロードしてない落ち着け、落ち着け。強すぎんだけど、なぜ敵対するんだ。とんだ邪魔者でしたね。マークレディいなくなっちゃったから、発光ラットローチだって。あ、マークレディ来た。もう飛ぶのかよ。どこ行った。もう倒してくれた。奴らは一体どこに。倒したね。そのあれは一体どこにあるんだ。もう近いよね。ローカルマップで見て、もうちょっと中、この中かな。で、あそこか。うわー、汚染されてる。これだ。これですか。取った。フュージョンセル発見。さて、問題はどうやって戻るかだな。あそこへ行けばいいのか。この攻略はまた後でだな。待って、なんか出てきた。うわ、強くないか。これ死ぬわ。リロード、リロード、リロード。あれ、やられちゃった。マジかよ、あんなのにやられるとはな。どうしよう、走って逃げるか。まあ、チップ取る前か。あ、チップ取る前だね。さて、どうしますかね。あんなやつ出てきちゃって。戻って、マクレディ疲れすぎじゃない、この汚染された水に。でセーブして、スピンパック使って、ちょ、もう一回セーブして、武器しまって、もう走って逃げる。
すげえよ。リロード。リロード。あー、死ぬ死ぬ死ぬ。死んだわー。逃げ道がなかったー。どうしましょう。だな。とにかく逃げる。走ってる、これ走ってくれよ。ひるんでるんだけど。探せ探せ。スティンパック使って来てるね。リロードリロード。こいつなんだよ。リロードリロード。リロードリロード。ってやつが気持ち悪いし、スティンパックスティンパック、マジかよ、攻撃されてる。なんか他のも出てきた。とりあえずセーブだな。こいつ何これ、ソフトシェルマイヤーラークだって。で逃げられるかな、ここへ。あ、いけますね。ファストラベル、よかった。世の中強いものがいますね。前作までに出てこなかったやつですね、あんなの。さて、これで船飛ぶんじゃないですか。もう30分ぐらいやっちゃってるかな。どうですかね。ちょっといつも長くなっちゃうんだよな。しょうがない。あれ、着陸した場所から歩いて離れられる。よし、行きましょう。さあ、いよいよ飛ぶかな、それとも飛ばないのか。上かな、やっぱり。この上っぽいですね、やっぱり。いちいちこっち行ってあっち行ってっていう階段がめんどくさいな。メンテナンスの期限が過ぎています。ロボットたち暇なんだから、この階段を登れるようにしてほしいよね。セーブしていきましょう。さてと、着陸した場所から歩いて離れられる。俺だけの警備をするほど価値のある何かが中にある。確認されました。よし、エースさん、誘導システムの機能が完全復帰。報奨金分配済み。船長との対話を開始することが必要です。船長と会話 OK。君は私たちの気高い船の役に立ってくれた。
多くの挑発にもかかわらず、私はスカベンジャーへの暴力なしで誘導チップを取り戻すことを願っていた。今でさえ彼らは報復を企んでいる。危害を加えたくなかったんだけどね。できるなら奴に危害を加えたくなかったの。彼らには平和的な解決をすることは不可能だと思っていた。だが君は任務を果たし、しかも素晴らしい結果だった。最後の仕事における君の注目すべき奮闘ぶりには報酬を与えねばならないと考える。私たちは間もなく神聖なる任務に乗り出す。喜んで、いつでも喜んで力になるわ。そうだろうと思っていた。この船の近くの工場からターボポンプベアリングを調達する必要がある。まだなんかあんの。確実に危険な任務になるだろう。だが君なら成功すると信じている。キャプテンの部屋の鍵が、キャプテンの部屋の鍵って、あの鍵開けないと入れなかったとこかな。ちょっとそこまで行ってみますかね。これか、ここだなきっと。こんなに素晴らしい作りの船の乗組員になれて光栄だ。とはいえ全部盗むことになっちゃうんだな。あ、寝れる。まあ寝たところであれですけど。いろいろは盗むことになっちゃうんだな。あんま盗んで敵対したくないんでね。これか、これを直すための鍵だったのね。 OK で、どこへ行かなきゃいけないの。コルメガ組み立て工場かな、こっち組み立て工場の方でしょうね。ここは行ったことあるから多分ファーストラベルできますね。ということで次回そこへね行ってみたいと思います。だいぶ長くなりましたね、予定より。変なのに襲われたり。ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。今日もまだ飛び立てなかったということで。